やっぱり自分に合った仕事をどう見つけるかなんですよね。つまりもう DNA 的に決まってると思ってるんですよ。就活の虎。就活しなかった人々。はい、こんにちは。こんにちは。いよいよ南原さんの最終回になります。もう3週間そうなんでですす。か。いろいろとね、ずっとお話聞いてきて、本当に紆余曲折の中で今日があるじゃないですか。今の大学生の子たちっていうのは、そんなもちろん18年とか20年とか波乱万丈の人生を送ってきたわけじゃない子が圧倒的に多いでしょ。そういう子たちがやがてあと1年2年して、いよいよ初めて社会に出るっていうところにまあ来るんでしょうけれども、何が一番そういう子たちにとって大事だと思ってますか？僕の理論でいくと、やっぱり自分に合った仕事をどう見つけるかなんですよね。つまりもう DNA 的に決まってると思ってるんですよ。分かりやすい例えで言うと、幼稚園のこのリレー、最後わーってみんな走って親たちがものすごい興奮するんだけど、最後のランナーって幼稚園児なのにストライド走法みたいなかっこよく走るんですよ。でそいつら高校生になっても大学生になっても走るの早いんですよ。で幼稚園の時にその真ん中あたり走ってて、お前走る気あんのかみたいな、転がった方が早いんじゃないかみたいな、そういう男の子たちはやっぱ走るの遅いんですよ。頭の中もやっぱり同じで、まあ皆さんね、いい大学行ってる人は大体がもう小中頭いいんですよ。小学校の時なんかそんなね、勉強めちゃめちゃされなくてももう実力がついてるじゃないですか。それってまあ、例えば慎重な性格なのか、チャレンジする性格なのか、いろんなこう DNA に刻まれたものがあって、でそれをどう生かしていくことによって自分がこうなんていうの、向いていることとか好きなことができる。例えばオートバイに乗るのが好きなっていう人は、やっぱりオートバイの会社に勤めたら結構幸せかもしれないし、でそういうその本来の自分をもっと分かるようにした方がいいんじゃないかな。それって学生の身でありながら、やっぱり職業体験しないといけないのかな。誤解なきように言っとくけど、例えば頭がいいから必ず頭のいいような人を採用する会社に行かなきゃいけないと。つまりオリンピックっていうのはさ、ものすごいんですよ。あれだってものすごい、やわらちゃん、ちょっと前の話で例えが古いけど、昔そういう柔道の選手がいて、でその選手っていうのは世界の60億人の人口の中の女性の中で一番強いんですよ。これってね、誰にも真似できない。そうだよね。これね、だって決まったルールだ。ラーメン屋、ね、テレビに出て人気取ってあんま美味しくないけど店流行らせる戦術とか立地戦略もあるんですよ。僕のもう一人の知り合いなんか、某東京の近郊の駅の駅を降りた反対側の横断歩道を渡ったところにラーメン屋があって、そこに券売機があるんですよ。だからここってこっちに歩道がないんで、全員この横断歩道を渡るんですよ。そうすると横断歩道を渡ったところに券売機があるから、みんな買っちゃうんですよ。ものすごい立地戦略じゃないですか。なるほどね。で、この間僕の知り合い、ものすごいラーメンの味を研究して作ったんですよ。もう300店舗ぐらい行って作ったって言って、究極のラーメンだって。ところがそいつがぼやいてたのが、近所にあのログハウス風のファミリータイプのラーメン屋ができて客奪われちゃったと。だからやり方っていろんなやり方あるし、オリンピックじゃないから勝ち方もいろんな勝ち方があるけど、でも基本本質的に自分が例えばラーメンをやりたいんだったら、それをこうちゃんと探してこういうビジネスの道に行きたいっていうのが、その自分の DNA の方向と合ってると、例えばもうハラハラするのが DNA 的に向いてない人も多分いるんですよ。僕ハラハラするの大好きだから、だからどん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 拡大していくし、安定的なことがしたいっていう DNA 持ってる人とか、例えば性格、あの小学校の時に乱暴者だったやつって、結局なんか今頃格闘技やってたり、変な乱暴者のやつは こんなになっちゃったりしてさ、でやっぱりそういう優しくてっていうのがやっぱり、まあ、例えば幼稚園の先生やってて、ずっとこう優しく子供育てたりとかさ、自分に合うことを見つけないといけないと思うな。ちょっとマネーの虎の話に戻りますけど、南原さんが何か投資したじゃないですか。あの投資の仕方ってそれぞれ観点が違っているのかも分かんないけど、なんか一貫して俺結果振り返ってみたらこういうやつに出したんだってある。
僕の場合は、まあ、これちょっと川原さんのことをいじめることになっちゃうかもしれないけど、うん、川原さんなんか面白いな、俺は人を見て投資するから、うん、でもそしたらなんかこの間金振り込んだら連絡が取れんくなったって番組の後に言ってて、はいはい、お前人見てんじゃねえのかっつって、はい、全然見る目ないじゃないかとかって大笑いしてたんだけど、はい、僕はやっぱりその事業性を見て投資してた、ね、やっぱり事業性なのね南原さんは。でも逆に事業性を見て投資したからさ、その後まあ人として人出なしになった人もいるしさ、うんまあ、いろんな人がいるよね、うん、川原さん人間性、うん、多分僕も人間性のような気がするんですよ、うん、で、南原さんは事業性、うん、でもどっちかだけではきっとダメだったんだろうね、うん、だって南原さんもご自身でおっしゃったように、そうだね、事業性だけだったら こんなことになっちゃったっていうのもあるわけだから、うん、これが難しいところですよね。難しい。なんかあの今でも交流ってありますか彼らと。まああんまりないね。あんまないですか。まあでもその例の F1 ドライバーだった あ、はい、あの人はまあ今うちの子会社で1個500万とか高いんだと1億円とかの時計の会社をもともとうちの子会社でやっててつい込んだまでそれ MBO して彼が今社長で独立してるんだけど、結構そこにこう資金をうちも投入してもう5億円ぐらい投入したかな。そうかそうか。じゃ あの最後になりますけど、この番組を見てくださってるであろう大学生の子たちに、うん、なんか南原さんのメッセージをいただけますか。本当に自分たちの人生を決める最大のターニングポイントがここだと思ってください。本当ここには全力を尽くすべき、受験以上だと思います。ありがとうございました、はい、今なら概要欄のフォームからご登録いただいた方限定で虎の就活虎の巻をプレゼント。詳しくは概要欄まで。